소리제 카운트 하시면서 꼬여매 0 3 2 1 GO! 流れるように進むスタン。ガリガリに攻めているわけでもない。死んでいるのはなぜか。僕にはもんじゃないはずだ。どうしても攻めて初めて一人乗務した時に大なる高揚感。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。 タイムアタックなのに攻め込んである。全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうかは分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で助かり、 現存しない車を持ち出してきたことは壮大だ。9が前提だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーと聞いてたけどこんなもんなのか。 期待して損した。なんかつまんない。さっさと無事に終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。 今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。 だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなでたらめなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ。めちゃくちゃだけど。早い。おっと。 この下品でブチ切れてバカっぱやな走り。あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて100万年会えば。行くぜ。武器の底力見せてやれ。 武蔵小杉を通過、5000が先行。座らせ信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がクロゼット D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。ダーリン、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジション5000の挙動は丸見えだ。
早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東洋さんは全長25キロと比較的に近いらしいが、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。圭介さん、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。信彦が取った。関西最速のダウンヒア、阪急に手を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく四番線に信彦が前だ。本当だ。よし、いいぞ。抑えてる。行け。なんだ。信彦じゃない。どういうことなんだ。聞くのも過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が重い。しかしレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なくて、ある程度の重量がある。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず粘着力を稼ぐ。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車となっちゃう。つまり東急五線系は上り勾配の加速に弱い。ケースとか無助士のアドバイスはこういうことだったの。アドバイス何だ。チャンスは迫力欲しかない。願い事を叶えてあげるか。違うな。そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。